皆さんこんにちは。 MC として有名な中居正広さんと明石家さんまさん、お二人とも様々な番組で大活躍されていますよね。そんな中居正広さんと明石家さんまさんが不仲で共演 NG という噂は皆さんご存知でしょうか。吉本興業も大変な時期でもあり、松本中居もどうなるのでしょうね。もともとプロデューサー志向の強い中居正広さんですので、後輩の活躍ぶりには少なからず刺激を受けているようです。 SMAP のメンバーも6年の月日が流れ、それなりに年齢も重ね、様々な障壁も取り除かれているような状態になった今、再結成される可能性もあるのではないでしょうか。一体なぜ共演 NG なのでしょうか。今回は中居正広さんと明石家さんまさんとの間に過去何があったのかについて紹介します。そして今年そんな2人が和解し共演するとの話もあるようです。今では様々な番組で MC として活躍している中居正広さん。中居正広さんは1986年にジャニーズ事務所へ入社しました。スケートボーイズのメンバーを経て1988年4月 SMAP のメンバーとなりました。1994年フジテレビの昼番組笑っていいとものレギュラーとなり、番組終了まで20年間出演しています。1991年9月に SMAP のリーダーとして CD デビューしています。1995年報道番組サンデージャングルにおいて初のキャスターを務めます。そんな中居正広さんのトーク力をいち早く見抜いたのはジャニーズ事務所の当時の社長だったジャニ北川さんでした。1997年の紅白歌合戦において白組司会に抜擢されます。当時25歳での白組司会は番組最年少記録となりました。その後も通算6回にわたって同番組の司会を担当しています。1998年からはフジテレビ FMS 27時間テレビの総合司会を3年連続で担当します。2000年の東京ドームで行われた巨人の開幕戦にて、試合開始前のセレモニーで国歌「君が代」を独唱します。2004年 TBS のオリンピックメインキャスターを初担当します。2013年と2017年にワールドベースボールクラシックもおいて侍ジャパン公認サポーター就任しています。2016年に SMAP が解散しソロタレントになっています。2020年にジアーズ事務所を退所し個人事務所株式会社のんびり中居に所属し代表取締役に就任しています。このように名司会者として冠番組を多数抱え、スポーツ中継やオリンピック開催時にはキャスターとしても活躍している中居正広さんのマルチな才能は無限に広がり続けています。では中居正広さんと明石家さんまさんの不仲についてです。お互いの共演 NG を出している芸能人も確かにいますが、上からの指示があれば共演している人も多いようです。そんな中でも最も気になるのが明石家さんまさんと中居正広さんの不仲説です。事の発端となったのは27時間テレビで16年間にわたって共演していた番組でのことでした。大人気コーナーさんま、中居の今夜も眠れないで共演していた2人でしたが、2017年以降突如消滅してしまいました。2000年から毎年続いていた大人気コーナーでした。明石家さんまさんが1年間で気になった女性をランキングで発表するコーナー内企画です。ラブメイト10で AV 女優のさくらまなさんが選ばれ、その後明石家さんまさんとさくらさんの密会がスクープされるなど話題も提供してきました。このように高い人気度を誇る同コーナーが一体なぜ終了したのでしょうか。 SMAP 解散騒動で世間を賑わせていた2016年、明石家さんまさんがそのことについて執拗に質問攻めしたことをきっかけに関係が気まずくなったようです。実は27時間テレビの放送日だった2017年9月9日は元 SMAP 香取慎吾さん、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さんの3人がジャニーズ事務所から独立した日でした。そんな日に中居正広さんを生放送に出すのは事務所としては避けたかったようです。容赦なしに突っ込む明石家さんまさんを敬遠したとも言われました。それ以降明石家さんまさんと中居正広さんの
共演歴は確認できていません。 SNS でもこの時の放送について明石家さんまさんがしつこかったことについて書かれていました。明石家さんまさんのツッコミは予想以上で、 SMAP と共演した時のメンバーのギクシャクぶりを暴露したのです。なぜ歌番組に出ないのかなど、ファンに代わって追及しています。ジャニーズ事務所内の派閥構想や飯島道マネージャーの名前にも触れ、誰も口に出せなかったことを中居正広さんにぶつけています。明石家さんまさんが SMAP の解散説に触れて、中居正広さんが怒りを覚えたと言われています。明石家さんまさんの質問のたびに中居正広さんは最初苦笑いしていたようです。中居正広さんにとっては答えたくないし触れられたくない質問だったのでしょう。また答えられない事情もあったのでしょう。明石家さんまさんの質問は中居正広さんにとってはトラウマになってしまったようです。しかし明石家さんまさんはさんまと中居のコーナーだけはやりたい希望があったようですが、中居正広さんが生放送ではと敬遠したようです。そのような理由でこのコーナーが終了となったようです。 SMAP では解散問題について公の場で一切り口にしていなかった中居正広さんでしたが、答えられる範囲で誠実に答えています。さらに別の音楽番組では、番組放送中に中居正広さんが姿をくらますという事件も起こっています。2018年7月、中居正広さんは13時間にわたって生放送された大型音楽番組音楽の日の総合司会を担当しました。あの日の歌をテーマにサザンオールスターズさん、宇多田ヒカルさんら豪華アーティストが出演しています。元夫婦の明石家さんまと女優大竹しのぶさんが1917年に発売したコラボ曲嫌いな人を披露するという場面もありました。この時間帯の瞬間最高視聴率は 15.9% でした。しかしスタジオでは同局の安住紳一郎アナウンサーとともに、それまで番組の司会を務めていた中居正広さんが突然姿を消したのです。明石家さんまも中居正広さんがいなくなったことに気づき、大竹しのぶさんの歌唱中にもかかわらず中居呼んでこいと大声を張り上げる一幕もありました。結局中居正広さんは明石家さんまさんの歌唱を目にすることなく、安住アナが一人で対応するという不自然な出来事にもなりました。他にも2021年1月、中居大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さんは、中居正広さんが10代のカップルの恋愛事情に言及する場面があります。そして、宮川大輔さんと本田翼さんが、彼女たちを見守りながらトークを繰り広げていく番組です。その番組にハーフの彼氏と交際3年の今ルーさんが、詳細をテレビで語ることになりました。今ルーさん初登場回の収録直前、明石家さんまさんの件でトラブルが起きました。収録日前日の夜9時頃バイク便で中居正広さんの事務所に番組の台本を届けたところ、中居正広さん側から「さんまさんはダメだって知らないのですか?」と電話があったそうです。この番組は明石家さんまさんと中居正広さんの共演ではありません。しかしさんまさんという言葉も絶対 NG なのだとか。確かに台本に明石家さんまと書かれていて、中居正広さんの話す部分はあったそうなのです。今ルーさんを呼んでもさんまさんに触れないのに、はやさんまアレルギーのような中居正広さんの反応に現場は大慌てで、当時今ルーさんの出演自体が一時白紙になりかけたそうです。結局明石家さんまという部分をご両親に書き換えて、今ルーさんは予定通り出演しました。中居正広さんは収録では台本になかった明石家さんまさんのモノマネまで披露したそうです。ここまで徹底して拒絶反応を示すなんて不思議なくらいですね。しかし最後まで明石家さんまさんとは言わなかったのだとか。中居正広さんのさんま嫌いは相当なようですね。 SMAP の解散後、木村拓哉さん以外のメンバーは明石家さんまさんと共演していませんでした。中居正広さんに気を使っていたのでしょうか。2022年から明石家さんまさんは元 SMAP メンバーと急接近しています。2022年第11回明石家紅白では
香取慎吾さんと7年ぶりに再会しています。その後新しい地図のレギュラー番組悪い子集まれ秋の大感謝祭スペシャルにて稲垣吾郎さんが MC で香取慎吾さんが担当する子ども記者会見のコーナーで共演しています。草薙剛さんはさんまのまんま新春 SP でトークを叶えています。明石家さんまさんは草薙剛さんのゲスト主演のお礼に今度お詫びにゲストに行くよと新しい地図のファンミーティングなどに参加する約束をしてくれています。 SMAP 解散後共演していないのは中居正広さんだけになりました。中居正広さんは日本放送中居正広オン&オナインに出演します。体調不良でしばらく活動休止していた中居正広さんでした。一時活動休止したことについては喋る勇気がないと素直な思いを語っています。この正直な告白に SNS 上には中居正広さんを心配するファンが多くいました。さまざまな愛情たっぷりのメッセージが相次いでいたようです。中居正広さんといえば体調不良で入退院を繰り返し今は順調に回復しているようですが重病説も報じられましたよね。中居正広さんは体調不良を理由に活動休止されていた時期もありました。未だに中居正広さんの口から病名は明らかにされていませんが盲腸がんの手術を受けたと伝えられ同年11月に再手術していたとも報じられました。盲腸がんが事実だとしたら治っていたとしても楽観視はできません。しかしがんではなく虫垂炎の術後の経過が悪く腹膜炎を併発していたようです。がんでなくてよかったですが10キログラムくらい痩せたそうです。しばらくは一部週刊誌で復帰不能と伝えられたくらいでした。中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞の予告映像に登場した中居正広さんの姿に世間は衝撃を受けました。中居正広さんは再びレギュラー番組に出演するようになりましたが中居正広さんの体調面については気が気でない状況だったそうです。現場の人たちはこれが中居正広さんの最後の仕事になるのではという覚悟も感じられたそうです。放送日が未定のまま撮影されたものもいくつかあったそうです。中居正広さんは痛みや倦怠感に耐えながら収録を行っていたのは誰もが気づいていたそうです。中居正広さんの芸能人として振る舞いたいという決意を周りの人は感じたそうです。その後中居正広さんの体調は持ち直し元気な様子になったようです。松本中居の収録では収録後には食事に行く機会もあり関係者も安堵したようです。そんな出来事がありもう共演するところは見られないと言われていたお二人でしたが今年共演するという話が浮上しています。元 TBS 社員でテレビのプロデューサーの角田陽一氏は中居正広の金曜日のスマイルたちへさんまのスーパーからくり TV の2つを手掛けていた人物です。他にも TBS 局内には両者をつなげる人物がいるようです。いずれも若手時代2人それぞれから薫陶を受けた人たちです。再び共演があるとすればTBS だろうと言われています。果たして明石家さんまさんと中居正広さんがテレビ番組で共演する日が来るのでしょうか。明石家さんまさんが今年の27時間テレビで深夜に明石家さんまのラブメイト10と題して出演することを5月ラジオで発表していました。ラブメイトといえば FNS27 時間テレビの名物企画で明石家さんまさんがこの1年で気になった女性をカウントダウン形式に発表していくものです。フジテレビは同番組の放送時間も発表しましたがラブメイト10の出演者欄には明石家さんまたとしか書かれていないのです。後輩芸人や女性アナウンサーを出演させるのは妥当とも言えそうですがなんとその番組で中居正広さんをサプライズ出演させる案が浮上しているそうです。明石家さんまさんの発表を受けてファンからも中居正広さんは出るのかと期待の声が上がっています。二人は和解できたのでしょうか。ジャニー北川氏の性加害報道で日本の芸能界が揺れに揺れている現在です。東山紀之さんや嵐の桜井翔さんが一応コメントはしているものの
世間からは大きなバッシングを浴びている状況です。現在は経営からジャニー一族が退く形で一応の解決にはなっています。そこで中居正広さんの登場が噂されています。今回のこの共演はジャニーズ事務所側の事情も関係しているようです。中居正広さんはジャニーズ事務所から離れつつも事務所所属タレントと良好な関係性を持っています。そんな中居正広さんであればラブメイト10が生放送でもある程度コメントしやすいと考えられます。明石家さんまさんはパーソナリティを務める MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演しています。体調不良で休養していた中居正広さんが体調回復し活動復帰したことに明石家さんまさんは安心したとの話をされています。この日は WBC の見どころについての話でした。そこで中居さんとプロ野球について語り合うと話を振り、番組に呼んでいただいてと続けると、明石家さんまさんはだからいつ時期はと質問しています。ということは明石家さんまさんは中居正広さんと一緒に仕事をしたいと望んでいるようですね。さんま中居の今夜も眠れないは1919年にラブナイト10と解体しています。中居正広さんに代わって今田耕司とナインティーン岡村隆史さんが加入し放送されています。明石家さんまさんも最近は中居正広さんの名前を出さなくなっているようです。中居正広さんはジャニーズ事務所を退所しているので、松本中居では香取慎吾さんと久しぶりに共演を果たしています。それらからスマップの再結成の話が浮上しています。しかし未だに明石家さんまさんとは没交渉の状態のようです。明石家さんまさんとスマップ解散後、共演していないのは中居正広さんだけになっているようです。これについては明石家さんまさんは中居正広さんが共演を渋っていると言っています。しかしスマップ解散から6年が過ぎ、ほんまでっかで木村拓哉さんの前で中居正広さんの話をしたりして、スマップが好きなことを改めて公言している明石家さんまさんです。もう中居正広さんも明石家さんまさんのことを当時ほど怒っていないかもしれませんね。中居正広さんと明石家さんまさんとの共演が復活したら、それは本当に大きな第一歩です。和解できているのであれば2人の間にどんな会話があったのかなんて部分も気になるところです。今後の動きにも注目ですね。吉本興業も大変な時期ではありますが、現在松本人志さんには週刊文春が報じた松本人志と恐怖の一夜で性加害が話題となっています。それに対し活動休止も発表されました。松本中居もどうなるのでしょうね。中居正広さんと明石家さんまさんとの共演の先には、中居正広さん、新しい地図の3人と木村拓哉さんとの合流があるでしょうか。スマップ解散から中居正広さんも明石家さんまさんだけでなくメンバーとのトラブルもありました。その間には病気や体調不良により活動停止の時期もありました。また長年お世話になったジャニーズ事務所を退所し、ジャーズ事務所も解体するという事態も起きました。明石家さんまさんが中居正広さんにスマップ解散の件を質問したのは本当に心配されてのことだったかもしれませんね。解散から月日も経ち、明石家さんまさんもスマップの他のメンバーとも共演されているので、中居正広さんとの共演もあるのではないでしょうか。スマップ再結成のキーマンになるのではとの期待もあるようです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見て思ったこと、感じたこと、本音をコメント欄に書き込んでください。それでは次回の動画でお会いしましょう。